ールズトレンドをくまなくチェックするチェックマ。今回は全米で大ブームのギリシャ料理。今回のチェックマは六本木にやってきました。今日行くところはギリシャ料理が有名なお店みたいで、ギリシャ？ギリシャ料理って何？なんか食べたことある？ない。パッて出てこない。何がある？ギリシャ料理といえばこれっていうの。全然ないですね、私も。ないですよね。ない。今日はそんな場所にお連れしたいと思います。ということで、チェックマガールと杉山アナがやってきたのは六本木にあるギリシャ料理スピローズ。わー、すごい綺麗。真っ白白だよ。みんなおしゃれ。ここスピローズの店内はエーゲ海の青とギリシャを象徴する白壁の雰囲気を取り入れた印象的な作り。どうこの感じ？素敵な。これがギリシャだよ。おしゃれだよね。ギリシャってこういう感じ。そう、こういう感じなの。ない。どんなものが出てくるかちょっと想像つきます？わかんない。全然ギリシャの。パスタ、ケバブ、ケバブ。ここでお店の人に話を聞いてみることに。今もう全米を大ブームに巻き込んでいるギリシャ料理はギリシャヨーグルト、ヨーグルトを主に使った料理をお持ちしたいと思います。ギリシャヨーグルトはスペインのオリーブ油、インドのダール、日本の大豆、韓国のキムチと並んで世界5大健康食品に選ばれているんだよ。まずはギリシャヨーグルトだけを味わうことに。これはもう何もついてないギリシャヨーグルトそのままですね。あ、でもね、見て、香りはヨーグルト見てその気になるお味は濃厚。すごい。通常はギリシャの蜂蜜を混ぜてお出ししてます。え、でもこれが、まあ、ギリシャヨーグルトということですけど全部食べた。それではギリシャヨーグルトを使ったスピローズのおすすめ料理ベスト3を紹介。まず第3位、ギリシャヨーグルトデザート、通常でお出ししているデザートです。こちらは濃厚なギリシャヨーグルトをたっぷり使い、その上に蜂蜜と煮たフルーツが乗った一品。ギリシャヨーグルトの蜂蜜とフルーツのワインコンポート添え。いただきます。いただきます。うん、おいしい。さっきよりやっぱ甘みが、なんか上にかかってますね。上にかかってるのはクルミとあと蜂蜜ですね。あ、美味しい。クルミと蜂蜜、このソースの味が。さすが、有田ちゃん、どんどんなくなってる。すごい。ペースが早い。今日すごいもんね。スピードが。ギリシャ料理ハマる。でもいい。美容に良さそう。うん。何皿ぐらいいけそうですか？50とか。50? それ食べ過ぎでしょ。続いて第2位。ピリ辛な豚肉と玉ねぎをピタパンに挟み、ヨーグルトをつけていただくギリシャの伝統料理ポークギロ。ヨーグルトをつけてあっさり食べれるということで女性に大人気なんだって。チェックマガールの3人も大満足。そして第1位、ギリシャヨーグルトを使ったソースをグリルしたチキンにかけて焼いた料理。表面のチーズみたいなのがヨーグルトなんだよ。美味しそう。もうじっくり焼いたというふうにヨーグルトをして、もう一回焼きました。すごい。あとギリシャにもいろいろ他にもヨーグルト以外の料理もありまして、ヨーグルト使った料理はこれは本当に良いです。どうやさ、ナナカさん、お願いします。いいんですか、ナナカさん。ねえ、出てきたよ、いっぱい。見て。なんか玉ねぎとかいっぱい入ってる。本当だ、チキンだけじゃない。玉ねぎがいっぱい。なんか予想と違ったね。実は表面のヨーグルトの下にはソテーされたオニオンがたっぷり入っていて、ヨーグルトとの相性が抜群。せーの、大好き。ヨーグルト
トって感じがしない。でもそういうことは一回オーブンで焼いてるもんね。美味しい。やばい。あまりそうだね。ね。多分似てる料理がないので。はい。これ一回ハマっちゃったらもうリュウちゃんストップですね。いや、アイちゃんストップですねこれね。ねえ、初めてのギリシャ料理はどうだった？濃いかと思ったんですよ、味が。でもさっきの、あのピタパンのお肉挟むやつとかもさっぱりして食べやすいし、これもさっぱりしてて、ハマっちゃった料理ですね。はい、ヨーグルトも美味しいし、はい、いいじゃん。明日もお待ちしてます。はい、予約してます。以上、スピローズおすすめのベスト3でした。ここで突然チェックマガールによる妄想トーク。テーマはあなたは一体何フェチ？何フェチ？香りとか。ああ、よくないフェチかも。ね、なんかもうどぎつい香水とかやって、これあのちょっと柔軟剤、そういうふんわりした石鹸の香りとかだったりとか、あ、この人どこの柔軟剤使ってんだろうなとか。これ共感は？するするする。でもなんか逆の方なんで。どっち？いい匂いもありますが、臭いの好き。ああ、スポーツ的な？あの、いや、そういう。どっち？何、どういうこと？まあ、変な話。うん。プッてされたのも、うっさって言える人。ああ、いいね。汚いで、なんか臭いってなる。あ、もちろんいい香りも好きだけど、そういう変な匂いも好き。私は、なんか荷物とか持ってる時の筋肉あ、筋ってこと？重いものも持ってる時とかくっなるのが男っぽいんですけど。あ、いいかも。自分にはないじゃないですか。血管は、まだ持ったことない。うん、でもあんま持ったことない。横顔、なんか横顔ずっと見てるのが好き。あ、でもまあそういうことなんですよ。これがいい、まんざらでもないっす。えもしかして、そういう意味で、ね、ちょっとキッとしちゃった。横顔綺麗。ちょっと横顔はみたいなのやめてください。綺麗だなって。あ、そうですか。そう、いいね。ね、いいよね、なんか。ずっとこれが横顔。あれ？これ見てるのが好きなんです。いいね、いいね、わかる。まあ好きな人の。横顔？うん。正面はダメなんですか？なんか恥ずかしい。ああ。そうよ。我々がこのロケで移動しているロケバスの中で、しおりちゃんの横には私が座っているんですけど、意外と横顔見てたりする？全然見てない。妄想トークで盛り上がったチェックマガールでした。今回はスピローズでギリシャ料理をチェックマしました。イエーイ。